どうも皆さんこんにちは、染谷俊之です。染谷ちゃん TV 始まるよ。はい、ということで今回は質問コーナーやっていきたいと思います。1月に僕のカレンダーイベントをさせていただいたときに質問募集させていただいたんですけど、ちょっとイベント中にご紹介しきれなかった質問や、あと別途質問募集してたんですよね。はい、そちらの方ちょっとね今日ご紹介していきたいと思います。攻めた質問をお願いしてるんで、多分攻めたやつもいっぱい来てるんじゃないかな。じゃあ俺の答えもじゃあ攻めていくんでしょ、それは攻めたアンサーをしていくよ、それは。今年のあって俺の目標は攻めるだからね、どんどん攻めていきたいと思います。2月に突入して、もうこの動画何月に上がるか分かんないんだけど、はい、もう早くも攻めるとは何なのかっていう境地に至ってきた。攻めるって何ってなってきてる今俺の中で。それはもう俺にしか分からないでも攻めていきたいと思うじゃあちょっと答えていくかい。はい、じゃあ本当たくさんの質問ありがとうございます。じゃあ答えていきます。レッツアンサー。ソメちゃん TV、 もっと攻めればよかったというエピソードはありますか？攻めるっていう目標を決めたのは今年からだから、別に今んとこないな。うん、今んとこ攻めてるちゃんと。わかんないですけど、はい。今何問目？2問目です。これなんなんこの質問。定番じゃん。ね、定番なんだけど。外したとてみたいなとこあるよね、別にね。当てたとてみたいなところもあるけど。子供の頃にもらったお年玉の最高金額はいくらですか？ 1 万円かな。年いってからそんなもらわないと思うんだ。高校生とかはそんなもらった記憶ないんだけど。うん。だ中学校までかな。もう上限1万円だったような気がするよ。合計で？合計？いやーあかんない。でも結構親戚いて、お父さんなんか4人兄弟だから、え、でも3万とかじゃない？行って、俺のお年玉ってどこ行ってんだろうねいやでもさ、そのいくらもらったとかちっちゃい頃さカウントしてないじゃん。別にお父さんお母さんがさ こうやることはないよ。ないんだけど、なんかこれ高いもん買ったみたいなエピソードはないな。いつも楽しく拝見させていただいてます。ありがとうございます。質問です。私自身身長が低いのですが、146センチ、染谷さんもし彼女ができたらどのくらいの身長差が理想ですか？身長はいいかな別に。うん、僕は173、4、5ぐらいなんですけど、別にいいんじゃない、何センチでも。理想、身長に理想ないな別に。146センチ、可愛いじゃない、ちっちゃくてね、可愛いんじゃないですか。むしろ向こうが僕の身長で良ければ何センチでもって感じですね。だから向こうが僕180センチも僕の身長で良ければって感じですね。攻めの投げ中白ください。いや、はい、なんこれ、質問で、もう質問じゃないのやめろよ。なんだよ、質問コーナーつってんだよ。攻めだから。違う違う、それは攻めじゃないんだよね。お給料日はいつですか？これ答えていいの？別にいいよね。僕はこれ言わない方がいいんじゃない？だってさ、あ、今日給料日なんだって思われるだけじゃない？今後俺がさ、やるたびに、あ、そうめんさん給料日だってなって、お前がちょっとじゃあピロピロピロってしてみて。今まででお仕事頑張ってきたなと思う一番大きな買い物は何ですか？僕あんま高いの買わないんですよ。あんま高いの買わないので、引っ越しっすかね。はい、結構引っ越しまで更新のたびに引っ越してたんですけど、更新せずに、あ、今回ちょっと更新したんで結構初めてぐらいな感じで。でもその引っ越し、何引っ越したのお金かかるんだろうね。何引っ越したお金かかるんだろうね今思うと。結構かかるじゃないですか引っ越しって。でそのたびになんか家具とかも新しくしたいじゃないですか。そういった時に結構奮発してるような気がしますね。はい、染谷さんに染谷ちゃん TV のロケ案件、お店に来ていただくなどを依頼するとおいくらになるのでしょうか？え、ただじゃないの？ただだよ。まあ、いいよ、ただでしょ？ねえ、え、全然いいよ。場所によるな。3万10日は無理だよ。北海道とかに来て。ちょっと、難しいんだけど、僕らとしては、動画も撮れて、
まあ、そのお店としてもなんか宣伝になっていただけたらいいなと思うんですけど、なんでウィンウィンなんじゃないですかね。はい、ぜひご依頼お待ちしております。ただで行かせていただきます。ただ場所にあります。俳優としての目標は何ですか。これあのよく聞かれるんですけど、ありがたいことに、例えば僕が足怪我しちゃったとかだったら舞台立てなくなりました、俳優続けられなくなってしまう可能性もあると、まあ、病気になっちゃってもう舞台立てないですとか、なんかこう現場行けないですってなっちゃう、俳優続けられない可能性もあるじゃないですか。なんでそういったのも覚悟しつつ、例えばおじいちゃんになってもおじいちゃん役で俳優続けられてたらなって思います。はい、なんでこうもうほんと人生が終わるときに、あ、俳優が自分の人生だったなって振り返られたらいいなって思ってます。そんな目標を掲げております。はい、もし今自分が家を建てるとしたら、どこにこだわって注文しますか。コギちゃん専用の部屋が欲しいとか、足洗い場欲しいとか、染谷さんの住む豪邸としては何 LDK がいいなとか、平屋がいいな、ロフト欲しいなとかありますか。考えたことないな。あんま家建てようって思ったことないな。なんかある家素敵じゃない。もうある家ね、モデルルームみたいな素敵じゃない。あんまこだわりないんだよな。庭とかあったらいいっすけどね。お工芸が走り回れる、チッチッチッって走り回れる。あと近くに公園があるのかとか、じゃあね、お工芸も散歩、お工芸ばっかりっすかね。まあお工芸メインになるかな。ロフトいいっすよね。ロフト好きなんだよな。ロフトある家住んでたことあって。暑くないですかロフト。でも上にねファンがあった。ファン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 、だからそれかき混ぜてくれて。そう、でも夏とかめちゃくちゃ暑いんだけど、それ回してたらね全然大丈夫だった。うん、そこで寝てたんだけど、ほんと疲れてると登れなくなってきて結局下で寝ちゃうんだけど、なんか天井高いじゃんロフトある家って。だからなんかねすごく天井高いとこ好きなんで、染様の居酒屋などでの食べ合わせを知りたいです。ビールにはこれ、ハイボールにはこれ、日本酒にはこれなど、染様なりの定番があれば教えてください。これからも応援しています。おー、ないね。全然ないよ。てかあんまつまみ食べないかも俺。お酒ばっか飲んでる。だからつまみは本当あるものを食べてって感じですね。はい。唐揚げ欲しいから。うん。唐揚げぐらいかな。うん。バレーボールはもうされることはないのでしょうか。まだ一度も染谷さんのバレーボール姿を拝見したことがないので、可能ならば染ちゃん TV とかで華麗にスパイクを決めているお姿を拝見できたらなって思ってます。あー、肩へちったかな俺も。あの染フェスっていうのを毎年やらせていただいてて、ほんと一番最後にやった東京でのみんなでこう運動会やろうぜみたいので体育館を貸し切って、ちょっとバレーボールやる気はやったんですけど、そこで肩ぶっ壊しちゃって、そこで肩もう先週生命叩いちゃって。でもなんかその後立てられた時とかもちょっと痛いなって思う時があって、なんかどうやら僕関節が柔らかすぎてちょっと痛めがちで、なんかそれ用のストレッチとかも教えてもらったらなんか痛くなくなるようになったんです。なんかまだ俺の選手生命終わってないのかもしれない。バレーボールって結構感覚大事で、空いちゃうとスパイク打てなくなったりするんで、まあその何本かやったら打てるようになるんだけど、ちょっと空いちゃったから今あんま打てないかもしれないけど、いつかねなんか体育館とか貸し切っていろんなことやりたいよね。染ちゃん TV でお話に上がっていたお化け屋敷、ぜひ行っていただけないでしょうか。攻めの染屋さんならきっとできるはず、楽しみにしてます。いいよ行こうよ。じゃあ全然いいよ。場所によるな。場所どこだ。あの1日に何軒回れるかやってみます。それはしんどくない。まずそれがお化け屋敷であろうがなかろうがしんどいと思うんだ。1箇所でいい絵撮れる自信あるよ俺は。ソメヤのあゆれお作文で攻めた暴露お願いします。そういえば目珍しく、いや、ごめん、暴露ないないない。ごめんごめんない、ごめんね、期待させ、ごめん、時間も尺も取ってごめん。ない、まず暴露が難しいのに、あゆえお作文っていう班でもそれちょっとできないよ。てか、そんな暴露ないし、俺はもう真っさらに来てるから、ごめん。すいません。やっぱやめとこうで終わったんですね。あ、そうだね。それで終わっときゃよかったね。
めちゃくちゃ攻めたイベントしようぜ。それはどんなイベント？あ、全員でドッジボールとかね。男子女子関係なく俺も右手使うよその時は。いつでもバラを持ったイケメンの需要に対応できるようマネージャーさんのカバンにバラを常備しておいていただけないでしょうか。増加でいいので。そんなん目指してませんのですいません。ちょっと本当にいつ使うの？だってバラっつったら意味わからんくない？最近ボクサーンっていう人妻への語りかけが少なくて寂しいです。人妻に語りかけていただけませんでしょうか。あ、でもこれちょっとじゃあなんか今改めてやるってなっちゃうとちょっとあんま面白くないから、とこのゲーム実況とかちょっとやるからその時に不意に出てくるかもわからん。ちょっと頻繁に使っていくね。じゃあ分かりました。はい。寂しいの？奥さん寂しいんですか？家で一人で旦那さんも仕事に行っちゃって寂しいんですか？何これ。うちの猫ちゃんは寝てる時に夢を見たのか飛び起きたりシャーって言ったりするのですが、お子ちゃんもそういう時ありますか？ああ、おこげも結構寝ぼけたりする。かわいいよ。うん、びっくりするよね。急に寝てる時になり始めたりしますよね。はい、動物のそういう寝ぼけたりするのかわいいですよね。事務所的にアウトになるかもしれない攻めた変顔お願いします。いきます。厳しいな。切り抜かれる可能性もあるから ね、 そうだ ねモザイクをかけてくる。今までで攻めすぎてボツになったことは何ですか？あ、これあるんですよ。ソメちゃん TV でもあって、僕はあまりにもサイコパスサイコパスって言われるもんだから、サイコパス診断をやったらあまりにも衝撃的すぎてこれは見てる人が引くんじゃないかってなってボツになりましたね。はい、まあ、あれも完全お蔵入りって感じ。あ、でも残ってはいますよね。残ってはいるんです。あと事務所がもうボツこれは良くないよねってなって、ちょっとダイヤからいつならいいの。はい、染谷さんが思うめちゃくちゃ攻めてるなと思うセクシーポーズってどんなポーズですか？できたら染谷ちゃん TV の方で実演していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。でもあれじゃない、やっぱこうさ胸元こうやってさ広がってる上でこうやってさこう前かがみになるさ、あれはセクシーだよね。こうなっちゃうもんね。前からえってなっちゃうもんね。はい、あれはもうね、わかんないです。僕は結構攻めてるなと思いますけどね。アメちゃん TV で今年1年を通してフッチーさんが68キロまで減量したら欲しいものを購入してあげると約束されていましたが、染谷さんが今年1年を通して挑戦したいことなどはありますか？またもし達成できたらどのようなご褒美が欲しいですか？挑戦したいこと。英語。お、もう前も言ってたよね。なかなか踏み出せない。英語って一歩でも踏み出せたらなって思うんですけどね、英語は。でそれが達成できたらどんなご褒美が欲しい？海外旅行。ソミちゃん TV で。じゃあ俺が全部こうやってプレペラプレペラプレペラ全部通訳して。お、世界で生きている動物たちの中でこいつの生き方攻めてるよなってやついます？怠け者ってさ、全然攻めてないように見えるじゃん。木の上でずっと生活してるんだって。その天敵とかこのジャガーとかにも襲われたりしないんだって。木の上にいるから全然攻めてないなって思うじゃん。唯一怠け者が下に降りる時があって、うんちする時なんだって。その時に襲われちゃうんだって。木の上でしろと思わない？木の上でしてたら襲われないのに、トイレするときは下に降りて、なんかお尻が地面についてないとできないんだってあいつら。でもその時に襲われちゃうんだって。 90% ぐらいかな、攻めてるよね。トイレの時間をすごい大事にしてるんだろうね。ナイトプールにファンを集め、ソメ様が投げ入れたバクスタを一斉、何それ。何それ。バシャバシャバシャ。で、アクスタってさ、そんなに需要ある？ナイトプールでさ、おもんない人がバシャバシャってなるほどアクスタってあるかな？わからんけど。
攻めるぞという時に歌うカラオケのお箱を教えてください。カラオケ行かないからわかんないな。もう全然もう最近の曲もわからないや。少し真面目なお話になるのですが、例えば人から嫌がらせなど卑怯な攻め方をされた時の対処法はありますか？どんなことだろうね、例えばね。どんなことかにもよるんじゃないかな。ちょっとやっぱ具体例がないとな、難しいけど、100倍にして返しちゃったらいいんじゃない？だって、やられる、やってくるってことは、俺やられる覚悟あると思うんだよね。だそのやられた嫌なことの100倍嫌なことにして返してやったらいいんじゃないかな。やられたらやり返す。うん、100倍返した。100倍にして返してやったらいいと思うよ、そんなやつは。うん。いや、俺あんま嫌がらせとか受けたことないからね。あんまそんな嫌な人に近づかないっていうのはあるかもね。ソメちゃん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今度、ソメちゃん TV の企画で、ウッチーさん、マネージャーさんのアドバイスなし、レシピも見ないで、お料理企画やってみませんか？ソメちゃんのクレイジーキッチン好きなので、お願いします。いいよ、全然。だから、その、食べ物無駄にして、みたいなことにならなければね、いいよ。料理によるかな。本当に、だってさ、全く知らない料理名、言われても分かんないよ。そんな混伝みたいなさ、混伝作ってくださいって俺聞いたこともないさ、トラジアなのかなとか、これがレシピなしで、はいどうぞは無理だよ。焼くしかない俺には。焼くか煮るかしかできない俺には。自分をポケモンに例えると何のキャラクターだと思いますか？なんとなくソメヤさんはキラキラでピカピカ輝いている感じなので、勝手にピカチュウっぽいと思ってます。ほんと最近のポケモン分かんないんだよね。緑で止まってるから。1058ぐらいです。 1058？ すごい。だから、これどういう世界線？あの1の時に発見されなかったポケモンがいっぱいいるってこと？へえ。逆に1の世界線は151匹しか発見できなかったってこと？最近できた世界だったってこと？じゃあ、あの海外というか、あの地方じゃない、他の地方っていう、うん、あの地方だけで止まってた。何これマサラタウンとかあったじゃん。はい、あります。あれは何だから、ハンターハンターみたいな感じ？あの国、隣の国、あ、があったってこと？はい、でも波乗りした時にこうやって一周しなかった？一周してなかったみたいですね、実は。ああ、そうなんだ。へえ。そっか、マップから出たらこっちから来なかった？あんま深く突っ込まない方がいい。そうね。分かんない。ちょ、俺も覚えてないんだけどさ。フォルムが一番近いのはでもルージュラじゃね。エビワラ。エビワラ。動けるし。いやー、人型だね。人型だね。すみません、はじめまして。こんにちは、こんにちは。ソメチャンネル、いつも笑わせていただいてます。ありがとうございます。特にフッチーさんとマネさんとスマヤさんのボケツッコミ好きです。ありがとうございます。ここで質問です。フッチーさんとマネさんにスマヤとシュウキの取扱説明書を教えてください。もしくはいいところ直してほしいところ。今出ちゃったんだよな。今出てっちゃった。今そうなんだよ。今ちょっと外で出てっちゃった。じゃあフッチーに俺の取扱説明書。まあでもあれですね、なるほどって言ってる時は大概聞いてないんだよ。なことないよ。そんなことない、聞いてるよ。一回説明して、うん、あ、なるほどね、うん、って言って、うん、大体もう耳から通り抜けてる、うん、そんなことないよ。ちゃんと聞いてるよ。なるほどっつってんだもん。そうでしょ。そういう時、ゲーム実況の時は特に。あ、ほんと。あれはでも、ごめん、あれはさ、そうだ、集中してるからさ、そりゃそうだろ。なるほどって一応返事はするよ。どういうことか分かってない、うん、俺がなるほどって言ってるときはちゃんと聞いてないなって上で、もう一回改めて俺がちゃんと聞ける状況になったら説明していただくっていうか、それが取扱い説明書です。はい、じゃマネージャーさん戻ってきたら改めて聞くかも分かんない、戻ってこないかも分かんない、はい、新年なので声を出しましょうだと思いますが、パワー、これは何の真似なのか聞き取れなかったです。分かる方がいらっしゃいましたらコメントでお願いします。このモノマネ知らないの？はい、知らなくて。パワー知らないの？多分。あ、そっか、これは高山きんに君さんのモノマネでした。はい、トーンが似てるでしょ。いや好きなんだよな、はい、結構ね、
定評がある名前です。はい、突然ですが、もし染谷さんがサスペンスドラマを作ることになったら、どういう物語で配役かっこ刑事探偵犯人などはどなたをキャスティングしますか。染谷サスペンス劇場が知りたいです。攻めの染谷ちゃん TV 楽しみにしてます。サスペンス、うん、じゃあ殺人事件にしようか。俺犯人やりたいな俺犯人やるよ。なんか大どんでん返しが欲しいよね。うん、実は犯人追ってたんだけど、連続殺人事件があって犯人追ってたんだけど、実は一人しか殺してなくて、実は刑事が犯人だったみたいな、連続の、ただ模倣犯で一人だけ殺しただけの犯人で、実は刑事が本当はいろいろやってたみたいなを探偵が暴く。まあありきたりか。もう世の中のサスペンスはもうやり尽くしたと思うよ俺はでもそんなんでちょっといいんじゃないですかね。はい、超熱々の小籠包、超怖いお化け屋敷、挑戦するならどっちですか。超怖いお化け屋敷かな。熱々の小籠包だとやけどしちゃってさ、仕事にね、そう支障きたすパターンもあるからね。はい、ソメのキレキレなツッコミが見たい。お前俺のことソメって呼んでんのか友達か嘘嘘、呼んでいいんだよ呼んでいいんだよはい、バレンタインにファンを集め一斉にスタートさせ、500メートル離れたゴールにいるソメ様に一番最初にたどり着けたファンだけチョコを渡すことができて、そのファンが今年の福女になるというイベントを開催していただけませんかまず500メートルって結構長いよ。なんかもう本当マジでそのトラック借りないとダメね、陸上トラック借りないとダメなレベルだよね。体育館でも500メートルって取れないと思うんだ。うん、これもう足速い人有利のイベントってことでね。うん、めちゃくちゃ面白そうだけど、いろいろ支障がね出そうだよね。めちゃくちゃ楽しそうだけどね。渡してイエーイでっていうさ感じにはなりそうだよね。はい、最近思うんですけど、染め日記って読んでもいいですか。ここ染め屋の兄貴のいいを読んで、染め日記、染め兄貴とかの方がいいんじゃないよ、語呂的にはね。染め様はファンの皆様からたくさんの質問されていると思いますが、逆に染め様からファンの方にこれ聞いてみたいなと思う攻めの質問はありますか。今度お会いしたら NG なしでお答えしてみたいと思います。まあ今コメント欄でもいいもんね。僕あんまり作品で振り返ってみると恋愛ものってやってないなって思って、だから恋愛メインの作品ってやったことないなと思って。でもなんかね、やってほしい人やってほしくない人ってきっといるのかな、わかんないですけど、まあ僕でも俳優なんで何でもやりたい気持ちはあって、どうなんですかね。僕は恋愛ものをやるのは反対ですか、賛成ですか。またどういった作品、例えばこう僕は先生とがこう生徒とのこう恋とかわかんないですけど、オフィスラブなのか不倫ものなのかわかんないですけど、どういったものがいいのかぜひコメント欄にね書いていただけたらなって思います。はい、お待ちします。はい、攻めた派手髪をするとしたら何色にしたいですか。あ、銀髪かな。銀髪、何回ブリーチしたらいいんだろうね。金髪です。ソメちゃん TV で選ばれると嬉しいな。旅メイトで上ちゃんから攻めたプレゼントをもらってましたが、あの帽子はその後飾ってありますか、しまってありますか。誰かに今まであげた攻めてるプレゼントは何ですか。あの帽子どこ行ったんだろうな。取ってあると思うよ、何度に。はい、かぶることはないんだけどさフィレンツェで買ったって、フィレンツェって書いてある帽子だよ俺も上ちゃんにベネチアって書いてある。もう上ちゃんも持ってないんじゃないかな、さすがに。あんまプレゼントで攻めたことないね。うん、ソメちゃん TV で攻めてメイドカフェに行けたとしたら何がしてみたいですか。うそんなわって一緒にオムライス食いたいよ美味しくない美味しく、ハートとか書きたいよ一緒に。やってみたいね、メイドカフェ。はい、ソメヤさんはおはぎを一口で食べられますか。どういうことなんだろう。ソメニャ、ニャー好き。ありがとうニャー。
ド直球ですみません。脱毛ってしてますか？お、全然したことないです僕は。脱毛はどこも。はい、ヒゲはもともと薄いんですよ。でもヒゲがひょっとしたら必要になるかもしれないじゃないですか、薬で。だからまあ脱毛はねしなくて、もう体もちょっと行ったことないですね。はい、脱毛ってなんか行き続けなきゃいけないイメージあって、1回でできないのはちょっとなって感じで、その1ヶ月後なんですけど、2ヶ月後とかって行けるかどうか分かんない。行けなかったとしたらその1回目無駄になるじゃないって考えると、ちょっと脱毛ってねちょっと足が重いんですよね。はい、まあ、そんなしたいとも思わないです。はい、染谷さんのクリクリお目目がとっても素敵だと思うのですが、自分でも目玉落ちそうって思ったことありますか？くだらない質問ですいません。どうしても聞きたいと思ったことあるかい？自分の目見て落ちそうって思うわけないでしょ。いや、ここ見えてんの一部分だから、本当はもっと眼球がもっとさ奥にあんだから、落ちそうなんて思ったことないよ。でもたまにさ、その自分の映像とかあんま見るの苦手なんですけど、自分の映像見てて、いや目でかって思うことはある、自分でも。そうはあります。はい、どこを収められるのは好きですか？いや、まあ、僕はド S なんで責められるのが好きっていうことはないんですけど、でも結構僕は首とかめちゃくちゃ弱いです。はい、でも触るだけでいいってなっちゃいます。はい、くすぐったがりなんですよね、そもそもは。はい、了解です。了解ですじゃないんだよ。今年または今後攻めたい地方はどこですか？行ったことないとこ行ってみたいね。うん、例えばその石川県とかさ、青森とかも行ったことないね。秋田も行ったことないな。岩手もないな。東北とか。東北ないね。あとはね、もあとね、四国だと香川しか行ったことないな。あとはもう愛媛とか高知とかは行ったことないし、あと一個なんだっけ、四国、徳島、あ、徳島か、そう、もう行ったことないし、で山口県行ったことないな。鳥取、島根も行ったことないね。和歌山県ないね。うん、結構、和歌山県ってあるよね、はい、あるよね、ごめん、ほんとごめん、あ、和歌山県行ってる人こいつあるよね。出れたら出れない佐賀は、あ、佐賀よね、佐賀あるよ。あれ、佐賀あるかな。長崎行って福岡行って、なんか佐賀もちょっとね突入したことあるような気がする。あ、熊本とか鹿児島ないね。宮崎もないね。沖縄はあるんですけどね。意外とでも半分以上は行ったことあるかも。うん、行ってないとか鹿児島とか行ってみたいね。うん、染谷さんこんにちは。こんにちは、質問です。今まで共演されてきた俳優さんの中でこいつはグイグイ攻めてくるなという方はいましたか？でもなんか意外とその荒牧とか、なんかすごいその今やってる A3 っていう作品で料理をたくさん店員さんが持ってくるみたいなシーンで、全然最初そんなことなかったのに、あいつがなんかこう一言言うみたいな、なんかいつからか始まったんですよ。その一言が結構なんか毎回変えてて、意外とあ攻めてるな。いや、なんかね、意外となんかあいつがパッて挟むのがなんかちょっと攻めてるなって思うんですよね。はい、なんか舞台あいつが上手で下手が僕でっていう、まあ、作品やった時に、なんかこうみんなでこう滝でそうめんに捕まえるシーンがあって、でパッてその荒牧やってが演じてる時浦って役見たら、時浦何やってんの、早くこっち来いって僕は言うセリフなんですけど、その彼の待ってるスタンスがなんかいつしか変わり始めて、俺がパッて見て何やってるか突っ込まなきゃいけなくなって、なんか薬味混ぜてたりとか、たこ焼き作って、おい時浦何やってんだ、あれ何やってんだろうって一瞬考えて、おい何たこ焼き作ってんの、早くこっち来いってなんか変えたりとか、意外となんかこう舞台上でこう程よい遊びを持ってきてくれて、ああ攻めてるなって思ったりしますね。まあ、でもそういった方は結構いらっしゃって、なんか舞台上で新鮮にね、あ、その真面目なシーンとかではいらないですけど、そういった攻め結構好きではありますね。はい、
漫画やアニメに出てくるようなやつでもいいので、好きな武器を持って好きに暴れていいと言われたらどんな武器を使ってみたいですか、好きな技でもいいです。なんだろうね、最近チェーンソーマン全巻読みまして、武器で言ったらでもチェーンソーで暴れてみたいですね。ウィーン、ここにウィーン、ウィーン、めちゃくちゃ暴れてみたいですけど、チェーンソーってちょっと使ったことないんですよね。ちょっと楽しそうだよね。ちょっとキックバック怖いけどね。キックバックってウィーンってバーンって弾かれる現象があるんですけど、なんでそんなこと知ってるのかわからないんだけど。あ、映画のウッチョブでやってたんですよ、うん、染谷翔太さんが主演の映画なんですけど、バーンっつってキックバックって言うんですけど、はい、チェーンソーですかね、はい、なんかモノマネやってください。いいよ顔ね、これでもやったよ、ごめん、いい、え、いい、映像に残しとこう。チェシャ猫。そっくりでしょ、知らない人でも分かるもん、チェシャ猫ね。不思議の国のアリスね、はい、これは現場でやっても結構ウケる。似てる似てるってなる。あ、これが最後、はいはい、これが最後です。いやー、たくさんの質問ありがとうございました。ソルちゃん TV、 とっても攻めた質問ばっかりでね、はい、だから僕も答え結構攻めさせていただきました。でも、うん、今回質問コーナーやってみて、うん、とにかく突っ込む質問をもらうみたいなのも面白そうだなと思っちゃいました。はい、いいかもね、全部に突っ込んでもらう。ただそうなってくるとボケ難しいと思うよ。いやでも結構ほんと結構ボケのクオリティ高いの。あ、ほんとほんと、お、ありましたね、みんなのボケのクオリティが高いってクッチが言ってるよ。面白いやつ結構あったじゃん。あ、ほんと、じゃあ僕はひたすら突っ込んでいくっていう回、いいかもしれないね。そんなでも突っ込み気質じゃない、本来はボケでありたい。本来はボケでありたい。でも上下の時もなんかツッコミだったし、ツッコミをやってみて思うのはやっぱボケかもしれないって思ってる。ああ、そうなんですか。うん、現場によるなんか、あ、その場によるっていうか、あ、これはツッコミに回った方がいいなとかさ、あ、これは、あ、回しに行った方がいいなとか、あ、これはボケで行っていいなとかさ、だからボケでいられる環境ってすごくなんかこう安心してるんだと思う。安心してボケて、だからそう、鳥ちゃんみたいな、鳥越ゆきくんみたいなのが突っ込んでくれる人がいて安心してボケれるみたいな、こんな本来はボケでありたい。でもなんかこういうのでボケてって言われるとちょっと困っちゃうから、困っちゃうから、やっぱだったら突っ込みの方がいいかもしれない。いいかもしれないね、いつかやりたいと。僕はひたすら突っ込むっていう、はい、いいかもしれない。さあ、質問コーナーこんな感じでしょうか。はい、たくさんの質問ありがとうございました。質問コーナー意外とね好評だからね、またちょこちょこやっていきたいと思います。はい、その時はぜひご視聴ください。ということで、ご視聴くださった皆様ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、そして高評価ボタンの方お願いします。それでは皆さん、いい夢見ろよ。